店の前はこんな感じで。全くね、荷物が出てくる気配ないのよ、俺の。まさかロストしてねえだろうな。うわ、すげえ心配。全然見えない、俺のバッグが。あ、出てきた出てきた、これだ出てきた。はい、というわけでね、ブラジルのサンパウロに無事到着しました。今回はね、しらす太郎チャンネル初の一人旅ということで、いつもとは違ったね、サンパウロを皆さんにお見せしたいと思います。というわけで、ファーモス。ブラジルの長距離バスはね、結構豪華な感じのやつが多い。はい、でここがね、ブラジルというよりはね、世界でも最大級にでかい規模のチエテ長距離バスターミナルのチケット売り場ですね。ただご覧の通り、旅行者そんなにいないよね、今。で、もう長旅でね、金玉はベタついてるし、脇汗もすんごいやばいんで、メトロに乗って本日の宿泊先に向かいたいと思います。はい、というわけでね、メトロにはこのチケットを使って行きます。サンパウロのメトロマップはこんな感じ。というわけでね、到着っすね。はい、というわけでここがね、ブラジルサンパウロ、世界でも最大級の東洋人街、リベルダージの駅前です。ここがね、日曜日になるとすんごい屋台とか出るらしいんだけど、今日もちょっと出てるよね、寿司系が出てる。その前にちょっとね、もううんこもしたいからホテルにチェックイン。なんと今回僕が泊まるホテル駅前なんですよ。駅の真ん前、早速行ってみましょう。はい、今日お世話になるところここですよ、京都ホテルバーモス。はい、というわけでね、無事にチェックイン済ませて、様子前にルームツアーです。これがね、今回僕がお世話になるホテル。2つベッドがあって、ミニ冷蔵庫もあると。で、テレビ、扇風機、眺めはこんな感じ。もう本当に駅の目の前ね。あー、でこちらが、まあ、服置き場ということで、で最後に、はい、シャワールームとトイレ。もう意外に広いよね、ほら、意外に広い。こんな感じで、ここはね、145レアル、まあ、僕にとってはね、安くはない。ただ10年前はね、ここの10分の1ぐらいの料金のやっぱりホテル泊まってたから、それからしたらね、大した出世っすね、駅前だし。というわけで、まずはね、うんこして脇と金玉のペタつき、これを取りましょう。とりあえずこの手巻きでも食ってみましょうか。ウワモス。あ、手巻きね。バレウ。あ、すい、ウワモ。バレウ。とりあえず人のいないね、2階で食ってみましょう。なかなかボリュームがありそうな感じですね。それではいただきます。このちょっとパチモノっぽい醤油かけていきましょう。キッコーマンって書いてあるわ。サーモンの手巻き卵なんですけど、これはね、油が乗っててうまい。うん、これはね、うまい、うまいっす。21レアル。サンパウロ第一発目がね、この手巻き、いきなり当たりかな。結構うまい。この店内のガラガラ感もいいっしょ。店内ガラガラだからすんごいリラックスできる。
はい、続きましてはね、韓国のホットドッグ、ドケビとかいうものが売ってたんで注文してみました。一番シンプルなやつが8レアル、チーズの付きのやつが12レアルって言うんで、チーズ付きを注文。まだですね、こんな風にしてあげてるらしいですね。韓国風ホットドッグって言っても何が違うのか。バレよ。おー、ました。はい、というわけでドケビと呼ばれる韓国のホットドッグいただきましょう。12レア。これ韓国風のホットドッグっつうけど、何が韓国風なのか分かんない。でもね、普通にうまい。手巻き食ってなかったらもっとうまいと思う。でももう腹がいっぱいだから。中にね、ウインナーが入ってるんですよ。ウインナーとチーズが入ってて、それを揚げたやつ。まあだからブラジル人は好きでしょ、これ絶対に。うん、ブラジルにもね、エンホナジーニョっていうサウシーシャをくるんだやつがあるから、まあそれと似たようなもんですね、言ってしまえば。まあうまい。うん、うん。でね、再び街を歩いてるんですけど、キティちゃんカフェができたみたいなんで、ちょっと入ってみようと思います。お店の前はこんな感じで、写真撮ってる人とかね、ほらこんな感じで、こんな感じっす。ラインナップはこんな感じっすね。なんだろうこれ、クッキーっつうか、なんか挟まってますね。こんな感じで、こんなちっちいのが10リアルかよ。ブリガデイロ。おー、ケーキ25リアル。さっきの手巻きより高いね。ちゃんとスタッフって日本語で書いてあるよ。はい、中2階、こんな感じ。おーりゃ、おーとるべーん、ベレーザー。いや、特に腹は減ってねえから、なんか飲み物でも飲もうと思ってるんですけど、これかな、やっぱハローキチ。ここ飯も食えるみたいで、焼きそばとかね、なんかいろいろあるね。見てほら、これ和牛ステーキは150リアルだって。で、一応寿司もあるらしい。名古屋ミストとかね、なんか名古屋推しね。手巻きもあると。しょっぱいから甘いまでを揃えてるカフェ、それがピチカフェってことなのかな。店内はね、こんな感じで、やっぱり二人連れのカップルが多い。ぼっちで来てるのは僕だけですね。ぼっちは僕だけ。あ、でも今回はしょうがない、これでやっていく。バンス。上から店内を撮るとね、こんな感じ。このシャンデリアすごいね、結構雰囲気がおしゃれ。はい、というわけでね、ハローキチーと名付けられたこのジュース飲んでみましょう。柚子とココとオレンジジュースが混ざった一品。これがね、17レアル。いきます。美味しい。柚子が効いてて、この酸味が疲れるね、グッとくる感じ。うん、ただ17レアルでしょ。まあ僕の普段の生活だったら絶対飲まない一品ね。ただこういうスペシャルな空間にいると飲んじゃうよね。うん、でね、そこに沈んでるこのね、赤いやつはね、イチゴらしいんだけど、これね、プチって噛むとイクラみたいにジュワーって広がるのね、甘みが。うん、うん、うん、甘い。これが5レアルだったらガバガバいってる。
まあ、ここではね、これ以上のものは頼まないけど、ハロキチどうですか皆さん。3階もあるみたいで、3階はさらに落ち着いた雰囲気、こんな感じ。ここはまさに原宿のおしゃれスポットみたいな、そんな感じね。ちょっとファンタジーよね。見渡す限りね、カップルがお友達と来てる。あ、男一人は俺だけだわ。あ、おー、オブリガドチャオチャオバレーオブリガド。こういうね、居酒屋も盛り上がってて、ここですね、一行者。二郎ラーメンも食べれんの？ラーメン二郎も。はい、というわけでね、やっばいのが来た。